2022年5月15日、日本時間 AM8 時、アメリカ・ラスベガスで平達郎選手が、UFC ファイトナイトラスベガス54にて、デビュー戦を行いました。平達郎選手は10戦無敗の戦績を誇り、日本人格闘家の中で将来が有望視されている、フライ級のファイターです。対戦相手はアメリカ出身、戦績は8戦1敗のカルロス・カンデラリオ選手。両者とも UFC デビュー戦での激突となりました。気になる結果ですが、3-0 にて平達郎選手が無事に判定勝ちを飾りました。日本 VS 海外の構図での連敗が続いていましたが、この大舞台での勝利、格闘技好きの日本人として非常に嬉しく思います。ネット上での実況も盛り上がっていましたので反応をまとめました。以下ネット上での反応です。平くんの UFC デビュー戦、いよいよスタートです。20キロ戻したカンデラリオンが来るよ。フライで20キロ戻しは草。2万人見てて草。 UFC のフライなんて試合より減量の方がきつそうだな。平が出るとはいえ2万4000人も見てるな。昔はメインカードまで全部配信しても視聴者が少なくて、視聴者非表示にしてたこともあるのに。達郎、めっちゃ緊張してるな。平タックルのタイミングうまいね。平は典型的な器用貧乏だな。この程度の相手には勝てるだろうけど。フレーム勝ってるから組は余裕持てるな。こんな雑魚相手にテイクダウンできないようなら先が思いやられる。まあトップ層とはレベル違うぐらい弱いね。ええやん平、やっぱ簡単には決めれんな。こんだけしのがれると力の使いど小難しいだろうな。タップ仕掛けてたし、あのまま締め上げれば勝ってただろ。攻め疲れしそうだけどスタミナ大丈夫か。萩原ならタップしてたな。平でもこんな感じか。すまん、平ってそんなに強くなくね。このぐらいの相手にはスカ勝ちしないと。なるべく長い時間試合して UFC になれる、これが大事。シュートで雑魚相手に無双しただけで持ち上げられすぎたな。こいつがカラフランスやアスカロフに勝てるイメージが全く湧かない。とりあえず勝ったな。勝ったな。仕留めてほしかったけど、結果完勝だからよしとしようぜ。ランカー相手にするにはパワー不足感あるな。22歳だからな。これから修正していけばいい。デラリオさんが思いのほか強かっただけだろ。まあ若いしまだまだこれからだね。初戦落とさなかったし、判定もフルマークだろうから十分合格点でしょう。まだ21歳、体もできてないのに UFC で完封勝ち、未来が楽しみすぎるわら。これも戦略だろ。圧倒的に勝つと目をつけられるから。手の内明かさず勝った。平こんなもんか。普通に下位の方がレベル高いな。しっかり勝てるのはさすがおぎちゃん仕込み。マイクやば。 I'm happy thank you。 英語平本くんレベルだろ。平 I'm happy thank you。 インタビュアー通訳お願いします。恥ずかしいからやめてくれ。平くんかわいいやん。随分辛辣な意見が多いな。課題はあるけど実力差を見せたい勝ち方だったと思うけどな。まだ22でこれは期待しかないでしょ。平くんは蓮くんより若いんだぞ。 UFC で勝てたのはでかい。しかもフルラウンドで完封、まだ22歳。まあおにぎりの実績超えれそうかと言われれば難しいよな。見違える進化がないと。堀口は同じ年で UFC デビューで KO を飾ってなかった。おにぎりがデビューしたのは23歳な。平達郎の戦いはこれからだ。以上がネット上での反応です。意外と厳しい意見も多く見られましたが、個人的には今後に期待しかないと思います。皆さんは今回の試合どう思われたでしょうか。ぜひコメント欄にて感想をお聞かせください。今後もライジン切り抜きや格闘技のニュースに関するネット上の反応等をまとめていきます。チャンネル登録をしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。